どうも皆さんこんこにちはチャックバスです今私はですね沖縄の旭橋駅っていうねモロレールの駅のね前にいるわけなんですけども本日はですねこちらダブルツリー by ヒルト那覇ですねこちらにね1泊お世話になろうと思って来ております本日はですね羽田空港を出たのが結構遅くてですね到着したのが23時ということでそこからですね由比レールでこちらのね 旭橋駅まで、ね、来たわけなんですけども今ね夜の11時半ぐらいなんですよねっていうことなんでちょっとね遅くなってしまったんですけども1泊ねお世話になろうというふうに思っておりますではですねもう11時ということですんで早速ねチェックインしていきたいというふうに思いますそれではいきます えー、それでは今回はね1105という客室ですどうでしょうかよいしょ、えー、それでは中入ってきましたこんな感じですダブルツリーということでね、まあ、すごいね広い部屋は期待してなかったんで全然 OK なんですけども、えー、こんな感じとなってます どこから見ていきましょうかえっ、ー、と左から見ていきましょうかね。えー、こちらにこういうのが飾られてますね。ではでテレビです。よいしょ。えー、これはシャープ製のテレビがね置いてあります。で下の方にですね、えー、こちらはケトルですかね。とコーヒー置いてあります。でですねテーブルがあって。 1一人掛けのねソファーがあります。で、こっちですね、一応窓があります。いや、ちょっとね、もう夜が遅いんで、外はね、見れないですね。ちょっと左側に町並みが見えるぐらいですね。目の前はまさに工事現場っていう感じで、ちょっとね、反射しちゃって映ってないと思うんですけども、こんな感じです。で、テーブルの方を見ていきましょう。で、大きなね、 鏡がああってコーヒーヒマシンああ先ほどのこっちはこれは紅茶なのかもしれないですねこちらはででこっち側にはねネスプレッソが、ね、ありますねでお水が2つとこちらですねちょっとダイヤモンド特典でいただいたもんなんで後でね説明しますねで電話があってこちらはラジオと時計ですかねうんで 机がこんな感じでありますでこっちにここの横にねちょっと見づらくて申し訳ないですね。ここに LAN ケーブルとコンセントですねあと時計がありますね一応こちらも時計は合ってますねで下にティッシュがありますでですねベッドがこんな感じですかなりねコンパクトな部屋ですね、まあ、こちらはダブルツリーということで お値段もねちょっと後で説明しますけどもお値段もねかなりお得でしたのでねでお風呂場見ていきますよいしょこちらがお風呂場ですこっちから見ていきましょうかこんな感じでユニットバスタイプになってますねこちらですドライヤーとアメリティセットですねアメリティはすごいしっかりしてますねうん、うん、これは歯ブラシで櫛で コッットトンセットでシャンプーリンスこちらはフェッシャンシャルソープとかってありますねでグラスが2つあるっていう感じですでシャワー可動式なのがね1つありますあとはバスタブですバスタブもそうですねそんなに大きくないですねかなりコンパクトなバスタブっていう風になってますでシャワーカーテンがあってっていった感じですねでですね上の方に タオル類がねあるっていた形になっておりますでは戻りましょうでこちらにですねハンガー等々がありましてランドリーバッグだったりね、えー、パジャマみたいなのがねパジャマかなこれはうんパジャマですねパジャマもちゃんと用意してありますねこれは素晴らしいですねで下にアイロン台とアイロンとねその下に金庫があるって言った形になっております で,部屋はね、でですね今回ダイヤモンド特典としてはですね本来ねウェルカムドリンクがつくということでバーがやってる時はその時間帯はねそっちみたいなんですけどちょっと私ねチェックインがかなり遅かったのでかんでねこういう感じでサービスしていただけますこれはかなりありがたいですねでヒルトンには結構ねあるこのクッキーですね 前ハワイで泊まった時もねこのクッキーいただきましたね美味しいですよで今回アップグレードがね、えー、一応1段階してもらってるんですけど、えー、全然アップグレードができないということで、えー、バッソルトとあとねちょっと開けちゃいますねアイマスクとね、えー、休息時間いただけましたねこれはかなりありがたいですねあのアップグレードがねワンランクしかできなかったからという ことでこちらにいただけたわけなんですけどすごいいい対応ですね。ということでダイヤモンド特典はね以上かなというふうになります。ちょっとこれ開けれなかったですね。えっ、ー、とこれはねネスプレッソのカプセルが入ってます。かなりシンプルな客室なのにネスプレッソが置いてあるってかなりいいですね。それはですねこちらに1泊ねお世話になろうというふうに思います。でですね今回 GoTo トラベルを入れてですね 価格的にはねねね円ぐらいいだったんでですすよよ、ね、かなり安いですよ、ね、私がねダイヤモンド修行を検討した時にですねこちらのホテルもね、えー、見させていただいたわけなんですけどもかなり安かったんですよねですのでまあ、こちらはまあ、ビジネスホテル的なねまあ、そんな位置づけなのかなというふうに思っておりますですんでね、えー、ダイヤモンド修行ねまあ、ちょっと今からだとですねかなりね期間短くて難しい部分あるかもしれないんですけどもお得にね利用するっていう意味ではですね昼と ナルもね結構お得だったわけなんですけどもこちらもね結構お得っていうふうになりますんで、えー、検討してみていただけたらなというふうに思います。でですね朝食に関してなんですけども朝食はね1階のねレストランでいただけるということで今回ね私はこちら金曜日に宿泊してるっていった形になりますんで週末ということでかなりね混み合うということで予約制っていうふうになっておりました。私はですねね時半に、ね 予約させていただいて利用していきたいなというふうに思っております。でですねレイトチェックアウトに関してはかなりね混み合っているということで午後2時まで、ね、チェックアウト可能とということになりました、まあねあのー、週末にもかかわらずねレイトチェックアウトさせていただけるというのはねかなりありがたい対応だなというふうに思います。またた、ね、このホテルにはクラブラブウンジみたいな ないって言った形になりますのでその点もね覚えておいていただけたらなという風に思いますそれはですね本日はもう夜遅いということになりますんで私もね早速お風呂に入ってですね本日の方は休みたいという風に思いますそれはねまた明日ですおはようございます朝になりました 今ね、6時過ぎということで6時半になりましたらですね、朝食行きたいというふうに思いますでですね、朝食に関してはですね、こちらのこのカードケースがですね、朝食券の代わりになるということですのでこちらね持ってくのを忘れないようにしていただけたらなというふうに思いますちょっとね今外出たんですけども風がねめちゃくちゃ強くてですね客室の方に戻ってきたっていった感じになりますそれはですね6時半になりましたらですね、朝食行きたいというふうに思います ですね。朝食から戻ってまいりました。朝食の場所はですね。1階のね。フロントの隣の隣ぐらいね。 ししてていいいるる場所ととううことでそこででででそね利用できるっていう形でした私はですね6時半に予約してね行ったわけなんですけども着いたらですねもうすでに数名の方ね並ばれているということでかなりね混み合っておりました私がね行った時間帯も入ってねどん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 お客さんが来るっていた形になっておりまして食事に関してはですねブッフェ形式っていう風になっておりますんで。 またね、食事をとる場所はですねそこまで広くないのでできればですね早めに行ってちゃちゃっとね取っていただいた方がいいのかななんて思いました食事の種類はね和食洋食ねあるっていった形になっておりまして沖縄そばとかねゴーヤチャンプルーとかねそういったものもあるっていった形になっておりますんでかなりね楽しめるんではないのかなというふうに思いました私もね結構いろんなものね頂い,いたんですけども本当にねとても美味しかったですね でですね、朝食会場ね私6時半に行ってまあまあね混んでいましたのでホテルの方からですね7時8時台ねかなり混み合うっていうことですんでさらに混み合うっていうのをね考えると本当にね並ぶぐらいになるのではないのかなというふうに思います。それはね、今ね、ね、今朝の8時ぐらいっていう,ふうになりますんで、本日、ね、チェックアウト。 14時までということですんでしばらくね仕事しつつゆっくりしたいというふうに思います。でですねチェックインの際にねちょっと外の風景をお見せできなかったんですけどもこんな感じのね法事現場ビューっってていう,ふうになっておりますちょっとね左側を見ると街並みがね、えー、見れるっていった形になっております。 でですねこのホテルにはワーケーションラウンジっていうねラウンジがありましてこちらね1300円だったかなちょっと有料なんですけどもソフトドリンクだったり無料 w i f i だったりスナックとかのねサービスがされるっていうふうになりますんでパソコンでのね仕事などはできると思いますんでもしね利用されたいって方はですね利用してもいいのかななんていうふうに思います。 それはですね、今ね12時過ぎぐらいなんですけどもこういうねテイクアウトボックスっていうのはですねホテルで販売されておりまして本日のお昼はねこちらいただきたいというふうに思いますこんな感じでね、えー、おしぼりと、えー、フォークとお箸がねついてあとね3ピンチャー一緒にいただけましたでこちらでね1,000円ということでちょっと中見ちゃいましょうか こんな感じのね、えー、ランチボックスっていった感じになっておりますでこちらね1000円ということで今回ね滞在で地域共通クーポンね、えー、紙クーポン1000円分頂い,いておりますんでこちらでね消費させていただきましたそれではねいただきたいと思いますこんな感じで、ね、梅じそのねドレッシングもついてましたせっかくね沖縄に来て <laughs> 外に出ないって方ねほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、えー、私はね、えー、次のフライトまで仕事が立て込んでおりましてホテルからね出ないっていった形になりますので客室内で頂い,いてね時間になったらねチェックアウトしたいというふうに思っておりますじゃこんなねサンドイッチになってますねうん美味しそうこれね非常に美味しいですよかったら注文してみてくださいこういったねトマト入りのやつもあるみたいですねうん あこちらもめ,めっちゃ美味しいですねこれうんいやこれは大正解うん美味しいですいやこちらね大満足ですね本当に本当に美味しい今もねちょっと外出てみたんですけど沖縄はね思ったより寒いですね <laughs> もっとあったかいのかと思ってたんですけどまあ12月ですからねそんなに暖かくはないのかなまあ日にもよると思うんですけどね寒いですねうん今コート着ないでね 歩く外出たんですけど、結構寒かったですね。それでは、えー、サクッとね食べてチェックアウトままで、ね、仕事をしたいいと思います。それではですね今ね午後1時半過ぎになりましたのでチェックアウトねしていきたいというふうに思いますいやねかなりねコンパクトな客室だったわけですけども、まあ、料金もね、えー、かなりお安いということでヒルトン修行ねもってこいなんじゃないかなというふうに思っておりますホテルに関してはですねとても良かったですね。朝食もね とても美味しかったですしまたねテイクアウトボックスもねとても美味しかったですでですね今回ダイヤモンドステータスの特典としてはですねウェルカムドリンクがですねバーやってなかったっていうことで缶でね提供していただきましたし、えー、アップグレードはワンランク えー、さしていたただきましたあとねレイトチェックアウトに関しては14時まで、えー、利用できたっていった形になります個人的にはですね価格もねかなりお手頃っていう風になりますんで、えー、とてもねいい滞在だったのではないのかなという風に思いますちょっとねヒルトン東京とかね雰囲気がね違うっていった形になりますけども価格が全然違いますからね このダブルツリーバーヒルトンっていうのは、まあビジネスホテルっぽい感じですかね。でですね、スイートルームもね、一室しかないということですんで、スーパーアップグレードみたいなね、なかなか厳しいかなというふうに思いました。今回の動画ね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が良に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。